マンツボ選手とのライド、もう非現実的な体験でした。まさかツアードフランスで連続でトップ10になってた人、今現在マティックスパワータグ、そしてまあここ地元の KM の多くの持ち主と2人だけでライドできるとは私も思いませんでした。はい、出しました。Thank you so much for coming today. Thanks. You want to go faster? Well, we could try and we'll see how long I can stay with you. Okay? Okay. Yeah, go. So let's go. Let's go. まず、まあ、実力、スキル、力はもう運命の差ですね。まあ、そこは驚いてないけど、すごく優しい方でした。意外と言ったら、まあ、失礼なんですけど、まあ、プロ選手はいつも遠い存在に感じてたんですけど、今日2人きりで乗って、もう、もちろん強さは桁違いなんですけど、もうただ単に自転車乗るのが好きで、それを楽しんでるっていう感じ、もうそこまで私とあなたとそんなに変わらないというふうに感じました。なんで、今日この話、このライドができたかというと、もう本当に2日前、実は友達にそういうアイディアを、勧めてもらって、でまあ結構ダメ元で、マンセボ選手の、ライドのコメントのところに、私はこういうホビーライダーで、まあ、YouTube チャンネルもやってるんですけど、もしよければ一緒にライドしませんかみたいなコメントをしてみて、まあ返事来ないでしょうと思ってたんですけど、まさか同じ日の昼過ぎに返事が来て、あ、いいアイディアですね、乗りましょう、マジかよ。しかもマンセボ選手、多分来週か再来週、スペインに一時期帰るので、もう今日、しかも今日しかできないで、僕も本来今日仕事の日だったんですけど、もうこんなチャンス人生一度しかないと思って、自分のボスにお願いして今日休み取って2人でライドしました。いや、なかなかこんなに話がうまく進むとも私も思ってませんでした。まあ今日のライドの流れなんですけど、まず2人で、鍋谷峠走ろう。まあ彼も鍋谷峠よく走るということで、まあ僕も好きなんで、10時半鍋谷峠の自販機のところで、集合して、そしてそこから2人で鍋谷峠を登ります。私は、どっちかというと今日足最悪でした、朝から。まあマンセボ選手は、ゆっくりは多分走らないので、まあ僕もそこで言い訳するつもりなかったし、まあじゃあとりあえずついてみますよっていう感じで、2人で登ります。まあ間違いなく彼は僕遠慮して僕を待ってくれてた。I'll do an interval now. The last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay. Last 2 minutes. Go. Come with me. For me, this was an interval already. No way.待ってもらいましょう。で、鍋谷の長女で僕を待ってくれて、
まあこんな、名蓋にでした。まあ僕はそうですよね、ほぼ一生懸命、まあ彼はテンポかリカバリーぐらいのペースでした。まあそこから鍋谷の和歌山川を下って、でまあ下りももちろん彼の圧倒的なスキルにまあついていくことはもちろんできませんでした。まあついていこうとも思いません。正直そこまで、自信はないので、まあ簡単に言うと、まあ彼はすごく速い、どっちにしても上りにしても下りにしてもすごく速いので、もうそれはもう多分、まあ私はホビーライダー、彼はプロ選手なので別に恥ずかしくも何もないと思います。でまあそこからですね、まあちょっと彼とまあインタビューってほどじゃないけど、まあちょっと今皆さんからいただいた質問とか、まあ自分も聞きたいことをたくさんあったので、串垣の里という、道の駅、ちょうど名蓋谷峠を下ったところにある、ちょっと最近新しくなったすごく綺麗な、カフェもあるので、まあ2人でそこでちょっと座ってお話ししました。そちらの動画はもうすでに公開済みで、こちらでこちらで画面の上に今表示してますので、そのマンセボ選手とのインタビューはそちらでご覧ください。すごくたくさんの面白い、マンセボ選手についての事実、日本での生活とかマンセボ選手の、まあ、自転車の歴とか、まあ、そういう話をいろいろしますので、英語なんですけど字幕付きなので、ぜひそちらもご覧ください。You don't stop for a coffee? Not here. Not here?Convenient. Well, it's convenient. Smoking earlier. You need a smoke? No, I don't smoke. Do you smoke? No. Can I get you something? I want a coffee. Coffee? Okay. Oh, it's fine. ありがとうございます。めっちゃ楽しい。はい、それじゃあ今ちょっとまあお話しして、今からマンセボ選手と、まあ鍋谷じゃないけどちょっと隣にある激坂コースを走りたいとおっしゃってるので、そこに行ってまた多分待ってもらうことになると思います。They are not very much into like pro cycling. Training start. You start here. 3:30 from here. So today. More, yeah, because of me. No, start today with easy. Okay. Keep the power today. Okay. Okay. I'm glad you say that. You want to try the Strava record? The best Strava record.Today? No. 串垣の里を出たら、まあ、もう鍋谷峠で帰りましょうということになったんですけど、まあ、同じ道で帰るのも面白くないので、あとマンセボ選手が激坂走るのが結構好き、狭い道が好きということで、ちょっと激坂コースがあって、そこから鍋谷に帰るということになりました。あの道多分1回下った、1回か2回下ったことあって、登ったことはまだ1回もないので、ただ激坂ということは聞いてました。 Now Ishii, now we can talk. Yeah. Talk only with it. This is cycling. Yeah, this is called cycling, yeah. So we need to enjoy the last sunny days. Exactly. I don't like the rainy days for the rain. No.Well, it's not so bad, I think, in Japan. It's not so bad, you know, because when you live in a place where maybe it's only one day raining,
for 2-4 a month is... like in your hometown? Yeah, yeah, it's too... For that, everything is green here. That's perfect. Oh, yeah. Do you do racing or only for... Me? yeah, that was a big failure. But yeah, I do the local hill climb races sometimes, like Yoshino or Ibuki-san, or where else is it? Odaigahara, if you know. So the flowers happen. Ah, because some of the guys come from this side. Uh-huh. I'm talking. 最初は2人で喋りながら登って、で激坂になったらもう僕は話す余裕がなくなったので、まあとりあえず彼が僕をずっと待ってくれて、僕は後ろでハーハー言いながら必死で登っていました。登りとしては面白かったですよね。多分そんなに人気ないので、まあまあ早いペースで登ったら結構トップ10に楽に入るというのはマンセボ選手が言ってました。彼はもう完全に今日遠慮していたと思うので、もし彼が本気で僕と登ろうとしたら多分10秒ぐらいしか彼と一緒に走れないと思うので、まあでも今日彼がずっと僕のこと何度も待ってくれて、まあそのおかげで、何度も、彼の姿を撮ることができたので、まあすごく良かったかなと思います。Today, your 何言ってるか分からん。もう終わりって言ってるかな。すごい。申し訳ない。マンセル選手、ペースアップした。もうすぐ終わりかな。ほんまに苦しい。全然あかん。言い訳ばっかり。もうすぐ150m ぐらい。はい。パセーティック。This is a good one.Oh yeah, sure. あ、そこからですね、鍋谷峠同じコースを下って、で、まあ彼が 僕に、まあ、ついてみてください、僕の後ろについてみてくださいって誘ってくれたんですけど、まあ断りました。多分彼の後ろについていこうと思ったら僕は確実に死んでると思います。まあ、彼がまた先々帰下って、で鍋谷の麓で僕を待っていました。Sorry for waiting for me again. That one thing for you is don't lie so much. No, no.
Now, anyway, thank you very much for your time today. It was unrealistic for me to ride with to world class pro here. Great time on the bike. Yeah. Next time we'll ride faster. Yeah. Next time I will train hard and try to keep up with you. Next time maybe. というのは今日フランシスコ・マンセボ選手とのライドでした。フランシスコ・マンセボ選手にもっともし興味があれば、今この動画のコメント欄のところにまずマトリックスパワータグ、彼の所属しているチームのリンクと、彼のインスタグラムとストラバーの情報を載せてますので、ぜひそちらを確認してください。今日のライドのデータとコースも載せてますので、もし興味があればそちらもご確認ください。そして、これからヒルクライム、ロードレース、などの動画にもし興味があれば、ぜひぜひこのチャンネルの登録ボタン、こっち登録ボタンを押していただければかなと思います。今日はこれで以上です。ありがとうございます。